ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界9月7日の出来事について触れてまいります。全日本プロレススーパーアイドルシリーズ福山大会メインイベント、新日本プロレスから移籍してきたチャボゲレロのインタージュニアにドスカラスが挑戦です。華麗な空中戦がリング上で繰り広げられましたが、試合はドローに終わりました。1990年新日本プロレス大阪大会にグレートムタが待望の日本マット初登場です。対戦相手を務めるのはやはり日本マット初登場の侍指導レフリーはムタが忍者ということで、タイガーハットリとなりました。試合は最後ムタが侍指導を倒し、日本マットデビュー戦を白星で飾りました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう、さようなら。